こんにちは、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、充電戦隊恐竜ジャー充電竜コレクション01ガブティラです。ちゃんとしたこの公式のソフビと同じラインの充電竜ソフビです。しかもタグに01って書いてあるのに01以降が出てないっていう幻のソフビなんですね。では早速レビューしていきたいと思います。この通常のソフビシリーズと同じラインなので、素材感とかも全く一緒ですし、ポージングも大きくは変えられないです。可動範囲はこの足の付け根と、あと首が少し動くぐらいですね。こういうガブティラの立体フィギュアにしては珍しく、もうポージングがね、ついちゃってるんですよ。こんな感じで首グイッと曲がってますし、上から見ると尻尾ね、デザインされてますね。手の部分も8の字になってます。これね、個人的には僕は結構好きなんですけど、3月に01が出てますから、それ以降02、03が出てないっていうことは、相当不人気なんでしょうね。あと一瞬しか生産されてませんでしたので、Amazon でもすでにプレミア価格ですし、僕はたまたまヤマダ電機で定価で売ってるのを見つけたんですけど、もう今買おうと思ってもなかなか手に入らないですね。ただ正直なところね、これね、全然遊べないです。ガブティラの雰囲気だけですね。しかもこのサイズ感がなんと、ミニプラとほぼ一緒なんですね。それもあって売れなかったんですかね。これサイズ感一緒だったら、恐竜人に変身できますし、これ600円ですしね。800円とか900円しますんで、ミニプラ版選ぶかなって感じですよね。ちなみにデラックス版との比較はこんな感じです。やっぱりデラックス版に比べると相当小さいですね。でもこうやって片手で持てて、ね、ガシガシ遊べて、素材もソフビで危なくないんで、これね、僕はザクトルとかパラサガンとかね、もうアンキドンとかあったらもう飛びつくんですけどね。ただ何気に色分けが結構すごいんですよね。省略してる部分はほぼないんですよ。フェイスとかもね、細かく色割りされてますし、普通はこういうフィギュアって裏側向けるとこう省略されてるんですけど、これはそういう省略の部分が一切ないですね。僕は結構好きな装備です。はい、というわけでソフビのガブティラをレビューしますけれども、僕もこれ売ってるのはほとんど見たことないので、ちょっとガブティラ好きで見かけた人は購入をおすすめします。以上、充電戦隊恐竜ジャー充電竜コレクション01ガブティラの紹介でした。